目指せポケモンマスター、ジハーディータカシです、今日はモルペコを使うんだけど、このモルペコは面白いポケモンで、特性のハラペコスイッチによってターン終了時にあの悪の型と、ま、電気の型みたいなのが変わっていくんですよ。でそれによってオーラ車のタイプが変わって、悪の型の場合は、悪技、電気の型の場合は電気技になるっていう技で、でこのオーラ車がねもうマジで性能がおかしくて、あの命中100、威力110で、しかも撃ったら無条件で素早さが1段階上がるっていう、どう考えてもなんかバランスの悪い、もう異常に性能が高い技なんですよね。で、まあまあ、こういうそのスタイルのポケモンは相手の交換読みとか、まあ、あとはなんだろう、その、まあ、あと猫騙し捨て台詞みたいなも優秀な絡め手みたいなのをこうあの多用しながら戦っていく俺の、戦術スタイルにかなり合ってる、まあ、すげえ面白い戦術の幅が広がるポケモンかなと思うんで、まあ、しっかりね少し心理戦を制すとはこういうことだっていうのを見せたいと思ってます。ということで対戦行ってみましょう。はい、マッチングしました。バンチンさん対戦お願いします。なんかよくわかんないポケモンいるわ。なんか欲張りすとかいね。でなんかもうよくわかんない、オノノクスやらなんやらかんやらみたいな。あとはブリームを積んで積んで、まあ、伝説枠は白ババドレックスですねっていう感じで、これはそうだな、まあ、とりあえずモルペコでなんか様子見要員として連れて行っとこうか。で、レシラムは連れて行くとして、そうなるとめんどくさくなるのがやっぱり、まあ、積んで積んでとかになってくるのかな。だからまあランドロス連れて行っとこうか。対戦お願いします。はい、相手はバリコールから投げてきていて、で相手なんかなかなかいいファッションセンスな気がするんだけど、そうでもないか。でねバリコールね、まあ、ちょっとこいつの情報知らねえからいいや。とりあえずどうしよっか。これさ、オーラ車を悪で打ちたいから猫騙しから入ろうか。で気合いの助け持ってる可能性も全然あるし、まあ、とりあえず猫騙しから入って様子を見ていく。で結構なんか硬い印象があるな。まあいいや。で、ここはオーラ車をばっこりと、ね、積んでいきましょう。でまあさすがに相手ここなんか変なの打ってこないでしょ。でしかも俺の方が上を取っていて、まあ、ちょっとバリコールの素早さラインとか知らねえけど、まあ、あのそれはバリコールが出現した時にあの種族値出しとくからそれ参考にしてくれってことで、しっかり、バリコールを一撃で持っていって、でしかも S を1段階上げることに成功していく。いやこれめちゃくちゃでかいんじゃね。でこれでもう多分このモルペコの上を取れるポケモンいなくなったんですよ。で積んで積んではやばい、積んで積んではやばいんだけど、ただね積んで積んでって A がものすごい高いポケモンだから、だからこれさ俺イカ様すげえ入ると思うんだよね。でしかもあのモルペコ気合の助け持ってるから、だからこれね結構積んで積んでも削り取っていけると思ったらちょっとやばいな。で、まあ、当然トリックルームで来るよね。まあ、当然そう来る、当然そう来るのは分かってるんだけど、まあ、それでも、いやそれでも多分大丈夫かな。ということで、積んで積んではね、どうしよっか。これイカ様とこれオーラ車、多分イカ様の方がね相手の A を考えると多分いいと思うんだよね。いや待てよ、捨て台詞か、ここ捨て台詞じゃね、捨て台詞だろ、あこれ捨て台詞だ、捨て台詞で、しかもランドに繋いでってやったら、もう非常に、でもこれあれか、ボディプレはって考えると、これはもしかしたらその A がものすごい高いタイプの、積んで積んでじゃなくって、あの防御なんか HB とか、まあ、みたいな感じ あの防御をものすごい高くして、でボディープレスをメインウェポンとして戦うタイプの、なんか若干なんか不当な、あのちょっと若干気持ち悪めな積んで積んでかもしれない。でこれで相手の A が2段階加工なんだけど、ただボディプレ型だったら、B を下げないとこれボディープレスの、威力下がんないんで、まあ、結構意味ないんだが、ただ、さすがにね相手ランドに対してはボディープレス打ってこないと思うんだよね。格闘技半減だし、で積んで積んでを引っ込めて、でここで欲張りすが湧いてくる。で俺この欲張りすも嫌いなんだよな、なぜならキモいから。見た目がマジでキモい、もうほんと気色悪いよなこのポケモン。で、まあ、戦い方も気持ち悪いし、まあ、とにかく何もかもこのポケモン嫌いだから、だからこいつはどうしようかな。でトリックルームがあと2ターンかってことは、まあこれ俺自信打てばいいと思うよ。で欲張りすがさすがにランドロスを1打一撃で葬り去る技ないんだけど、そうこれがあるんだよね、腹太鼓があって、であとこいつなんかね頬袋かなんかでこうなんか木の実食ったらなんかやたら回復するんだよね、やたら回復するけど、ただこいつが持ってないな、多分 S についてはあの遅えから、だから
ランドロスが持ってかれたとしても多分大丈夫かな。の後続でレシラムで何とでもなるんで、待てよこれさ、分かった俺、モルペコを犠牲にして、で、トリックルームが切れた後に、ランドロスを出して、でもうランドロスで欲張りすも、積んで積んでも上取ってるの分かってるから、もう俺がレシラム出すまでもなく勝つんじゃねこの試合で。まあ、モルペコについてはこのクッションになってくれたっていう役割と、まあ、あとはいやもう、まあ、とにかく優秀だった、まあ、最初に出てきた意味不明なバリコールっていうポケモンを破壊しているところもなんか嬉しいしな。おいなんだこの鳴き声、もう本当に気持ち悪いな、なんか本当に気持ち悪いわこのポケモン、すげえ嫌いで。大アイスとか覚えるんだこれ、冷凍パンチかなんかかな、まあ、何でもよくって、でこれでしっかりと相手のダイマックスターンじゃねえわ、トリックルームターンを枯らしきることに成功していって、でまあそうすると素早さの関係が、ランドロスが上に戻るんで、こいつをしっかり、しばき倒して、でもランドの自信圏内ではあるはずだから、もうこれもう絶対勝ったでしょ俺が。でいやだからね、欲張りすとかみたいなポケモンで腹太鼓積んでもまあ鈍足だから所詮意味なくって、でやっぱりマリルリみたいな強力な先制技がタイプ1でありますよみたいなポケモンの方がやっぱさすがにね、腹太鼓との相性は良くなってくるよね。やっぱトリックルームとかがなくてもしっかり後続に役割を持てるしね、っていうことでしっかり欲張りすにも、退場いただいて、いや本当気持ち悪いわマジで、二度と面見せないでほしい。でラスト出てくる積んで積んでに関しては、地面技が4倍弱点なん でしかも、素早さラインについてはランドロスのはるか下を行くポケモンだから、まあ、これは完封して勝つことができたっていう感じの試合なんじゃねえのかな。いやレシラムを出すまでもなく、しかも、ダイマックスを切るまでもなく勝ち切ることができるっていう、こんな圧勝劇を演出することができたのはモルペコのおかげよ。対戦ありがとうございました。はい、マッチングしました。ピコさん対戦お願いします。相手の伝説枠ディアルガだね。でミミッキュ、サンダー、ランドロス、アシレーヌがちょっと珍しくて、ウラオスがいるといったパーティーで、これまあ俺モルペコから行くよ。モルペコから行って、でレシラムしっかりとかまして、でも相手のディアルガに対して基本的に多分レシラム有利取れるから、まあ、だからレシラムはいいんだけど、まあそれでもなお相手のディアルガを重く見るのであればランドロスっていう形にはなってくるのかなと思っているんだけど、どうしよっかなと、あそうだね、まあ、まあランドロス連れていけばいいか、まあちょっといやテッカグヤにするわ、テッカグヤにする、なんかアシレーヌウラオスとか普通にきつそう。お相手はランドロスから入ってくる形か、ちょっとそれはまあ嫌といえば嫌なんだけど、ね、まあ、まずその電気技が相手通らないから地面タイプ入っちゃってるんで、であと威嚇があるっていうのも嫌なんだよね。とりあえずここは、まあ、いずれにしても猫魂からよ、猫魂から行って、で相手の動きを一度止めつつ、まあ、チクチクと削って、で、まあ、悪の方になるのはちょっとも関係なくって、まあ、相手あてかもうこっちの方が早いから先行で捨て台詞打って一旦退場して、で、まあ、気合のたすきを持ったまんま、退場していけばいいかなって感じなんだけど、相手ステルスロックを初手から巻いてくる可能性非常に高いかなと思うから、まあ、モルペコの気合のたすきを守るっていうルートはちょっと今回の試合は取りづらいかもね。ということで、あどうしよっか、レシラムここもいきなりから行くのもありっちゃありだし、まあそうだな、レシラム行っちゃおうか。レシラムに対してステルスロック結構入っちゃうんで、あんまりレシラムを出し入れしたくないっていう気持ちもあるし、まあ、とりあえずレシラムでなんとかここは、相手のランドロスは結構そうね、まあただ相手のね S が上取られてるっていうのが、まあ、ちょっと不安点ではある。まあ相手が最速であれば上取られちゃってるんだよねってことで、相手こうダイマとかありえるかな、ダイマックスある、ダイマックスあったらちょっとすごく嫌なんだけど、もうここ大ドラグーンかまそっか、大ドラグーンかまそう、うん、で相手ダイマックス嫌だな、でダイマックスじゃないから、でただし突っ張ってきてはいるっていう感じだから、だから多分ね大ドラグーンだったら持っていけるんですよ相手の巣だったら。ただ相手が遅くて A 特化意地っ張りみたいな形だったら、俺が先行を取るかつ相手が後ろからダイマックスして、ね、大魔技を耐えてみたいな感じで切り返されると非常に嫌なんだけど、そうだとしても大ドラグーンで A が1段階下がった状態のダイマックス技を受けることができるから、まあ、S 上取った時点で俺にかなり有利な盤面っていうのに変わりはなくって、で、まあ、まあそのままなんか貫通してとりあえず持っていけたから、これはまあいい感じの試合運びができてるかなって感じ、ここまではね。
でリアルガが来てしまうんですね。相手にまあなんか有利とは言ったものの、まあなんか明確にめちゃくちゃ有利かというと、まあそうでもないとは思うんだよね。でまあダイアース、相手多分特殊アタッカーなんでダイアースでいいかな。ここはね、あのダイアースで抜群つきつつ、さらに特防を上げて、まあ対面性能を上げていくっていう形なんだけど、まあ相手がね、まあ同速だからどっちが先に動くのかちょっと育て方によるっていうのと、あと相手が弱点保険とか持ってるとめちゃくちゃきつい。確かね、リアルが90族なんだよね。違ったかな、違ったらまた話変わってくるんだけど、90族なんで、で俺が上を取っていく。でこれ弱点保険じゃなければ俺にめちゃくちゃ有利な盤面で、弱歩だったらちょっと多分返しの技で一撃で持ってかれるかな。相手がこちらに抜群つくとしたら、まあ、ダイアースとか搭載してる可能性結構高いんだけど、弱点保険じゃないってことはダイドラグーン持ってるか、まあそれは持ってるか、ちょっとやばい、もしかして。これを耐えるのがレシラムなんだよね。これを耐えるんだよ。これは平気な顔して耐えるレシラム、どうすか。で A が下がるのは、まあ、こっち特殊アタッカーだから全然関係なくって、でやっぱこれ D 上げたのすげえ功を奏してるんじゃない。でこれは果たして同速対決に勝ってるだけなのか、まあ、または、これ2連続で平気な顔して勝ったんだったら、もしかしたら相手は控えめの C トッカーで、まあ、S については最速じゃない方を選択しているのかもしれません。まあ、もし同速で俺が勝ってるんだったら、これはただのガチャで、まあ、相手のディアルガをしっかりと陥落させていって、あれこれちょっと、ま、いや、 やばいよ、これレシラムが強いだけの動画になっちゃうぞ。この動画マジレシラムキルリーダーじゃね。で相手のラストはミミッキュが出て飛んでくるんだけど、これまたミミッキュの方が早いんですよね、相手が最速だったら。だからやっぱ大ジェットをどっかのタイミングで積みたかった気持ちはあるけど、それをしてると、あとディアルガーじゃねえわ、あの他の2匹持っていけなかったから、まあしょうがないよねってことで、これは青い炎で、まあ切り気味に動けばいいのかな。あとの2匹で十分処理していけるけど、影打ちこれどえ耐えないのか、普通に耐えなかったっすってことで、まあ、影内先生技でしっかりとしばかれていって、で命の玉とかじゃなかったねって感じで、いやこれモルペコの生きどころだろこんなもん。いや多分これモルペコめっちゃ刺さるんじゃね。でステルスロック巻かれちゃってるから気合の助けはないんだけど、相手の基本搭載技でもじゃれつくとか抜群で入っちゃうか、どうなんだろう。ここはマジで勝ちを拾うんだったら捨てゼリフとかから入るべきですかね。いやでもそのためには相手の攻撃一撃耐えるてか同速を取る可能必要があるから、だからここはオーラ車が正解なんじゃね。オーラ車打つわ、オーラ車打って、あ上取った上取った、でこれで相手の化けの皮を剥がしつつ、S を上げていって、で なんかさこれあのこの対面ってミミッキュとモルペコも同速なんですよ。あのお互い出馬優し属地96なんで、でじゃれつくこれ抜群だから多分持ってかれちゃうかな。いやまあ十分仕事したんじゃないのかな。まあ、ただ上取るんだったら捨て台詞でもよかった感はあるけどね。で嘘、さっき嘘つきました。モルペコ素早さ種族値97で、あのミミッキュが96だから、だから元々上取ってるわ、ごめん、なんでもね。でこれ相手鉄角部屋に対して抜群つく技がないから、ね、片や俺はラスターカノンで抜群ついていけるんで、まあ、多分これは俺が勝つと思うんだけど、うわすごいことしてるわ。ただね、研磨したとで多分この鉄角部屋を一撃で持っていくことって多分できない気がするんだよね。どうすか。でこれ下手したら持っていけるしね。はい、対戦ありがとうございましたって感じで、なんかまあ、モルペコもなんか要所で仕事してるものの、なんか決定的な仕事をする感はねえんだよな。ちょっともう一試合来てえな。はい、マッチングしました。イオンモール岡山店さん、対戦お願いします。アイテムにもモルペコがいるぞ。これ多分空気読んでモルペコミラー実現してくれんじゃね。でなんかゴロンダやらなんかバルジーナやらキリキザンやらっていうラミラちょっとわけわかんないポケモンが並んでるけど、これはもしかして悪タイプ統一パーティーってことか。なるほど、了解。ってことで、まあそうなると、まあ、ミミッキュの通りが非常に良くなってくるはずなんで、ミミッキュ選出して完成かな。対戦お願いします。うわ、悪タイプ統一パーティーを使いそうな女の子が飛んできてるな。んで、切り刻んから投げてきてるんだけど、ここは、せっかく俺が空気読んでモルペコから投げてんのにどうしたお相手。で、切り刻んって気合の助けを持ってるケースが非常に多いポケモンなんですよ。だからまあ一旦ここは猫騙しで気合の助けを潰しつつ、様子を見ていきたいかなと思っておりまして、通っていく。んで、片やこちらも気合の助けを持ってはいるものの、あと悪技がね、半減だから、だからどうしようかな、ここ、一回なんか交換した方が良かったりします？ここ捨て台詞で一回帰るわ。
でここ相手何してんだろうな。で、まあ、こっちが速いはいいとして、相手って素早さ種族値90とか95とかだったっけ。んで、あ、ちょっと待って、あ、これやべえ、あ、ちょっと負けん気だ、これちょっとやばいって、めちゃくちゃやばい、あ、ここむちゃくちゃやばい、これやばいって、ちょ、負けん気より完全に忘れてた、一応こうやばい、むちゃくちゃやばいぞ。うん、もうどれぐらいやばいかというと、もうこのまま切り刻みには3盾されかねない危険性がある。岩石封じを打ちかましてくる。あ、よかった、これ岩石封じか、まあ、まだ助かったかなっていう感じではあるんだけど、化けの皮が犠牲になってしまって、でしかもね、俺の耳一気遅えから、いや多分これ切り刻みに上取られる気がするんだよね。でしかもしまいには今相手の A3 段階上昇だろ多分。あー、これってどうなの、これってどうすか。じゃれつく打ちます。打つけど、ちょっとむちゃくちゃやべえ気がする。アイアンヘッドでこれ多分持ってかれるよね。耐えないよな、まあ、それは耐えないだろうな。いやー、むちゃくちゃやばい、うん、むちゃくちゃやばいぞ。いや、ただこれ、まあ、まだモルペコが気合のたすきが残ってるんで、まだなんとかなるといえばなるんだけど、いや、これはひどいわ。で、相手ね、先制技があるんですよ。なんだったっけ、不意打ちだ、不意打ち。不意打ちっていうものすげえ強力な先制技があって、でね、もうちょっとそれを積まれるともう、ちょっとほんととんでもないことになる。うわ、しかも硬えんだけど、むちゃくちゃ硬くね。いや、これ、ちょっと、瓦割りがある。うわぁ、もうやばいって、本当にやばいって、これ。いや、これ本当にやばいことになっちゃうよ。これ、ちょっと待って、これは、これ、ちょっと待って、捨て台詞かな。捨て台詞は絶対打っちゃダメで、オーラ車もダメ。ちょ、イカ様が多分一番入るんじゃないのかな。でも多分これ、不意打ちでいいもんね。いや、不意打ちだよな。いや、やばいって、マジで。うん、これもう、下手したら不意打ち打たれてるだけでぶち飛ぶぞ、これ。ただし、S が、まあ、問題で、S が、切り刻んがね、素早さ種族値が70だ、70しかないから、だからレシラムで上取れてるんで、まあ、不意打ちでものすごいダメージを負うことにはなれど、まあ、なんとかまだなるかな、なるけど、いや、これちょっと相手の裏なんだったら勝てんだ。俺より速いポケが、あ、でもいない。いや、まあ、モルペコはあんま意識しなくていいから、だからまあとりあえずここはどうしよっか。で、特殊アタッカーも6人いないから、だからまあ大バーンでも火力を上げておくしか今はもうなすすべないかな。不意打ちでこれ下手したら多分大魔で4割ぐらい削られる気がする。いや、ちょっと捨て台詞マジでひどかったな。そう、負けん気だよね、そりゃ。で、不意打ちでどれぐらい入るっすか。ぐわーっとやっぱりこれぐらい入るよな。ものすごい火力をもらってしまっていく。で、まあ、切り刻んを処理することには成功するんだけど、なんで切り刻んでこんなに、もう、二盾半されないといけないんだ。で、相手の伝説枠って何だったっけ。なんか伝説ポケモン相手もしかしていなかった。なんかバンギラス入ってたのは記憶があって、で、あとね、バンギラスもね、かなり課題なんだよね。ここでバンギ出されたらもうむっちゃきつい。いや、きついな、もう。いや、さすがというか、これは、んちょっと、ひどいな。俺のプレイングマジでひどくないか、今回。ちょっとこれは裏でモルペコに相当謝らないと成り立たないな。で、これ大ドラグーンにしとくわ。大アースでなんか弱点保険とか起動されたらもうえらいことになるんで。で、しかもなんかこれ多分大魔で、なんか大ロックとかをかましてなんか持ってかれるんだろうな。いや、最悪だ。ただし、まあ素早さ俺が上取ってるから、だから大ドラグーンで相手の、A を削ぐっていう最低限の仕事はできるものの、なんか相手のバンギラス突撃直帰とか持ってたらもうこのレシラムでもなすすべないんだよね。で、こっちが上取ってるから、まあ、相手の A1 段階加工の技を受けることができはするんだけど、多分これ直帰だな。砂嵐状態だと岩タイプのポケモンの特防 1.5 倍になる上に多分ちょっと突撃直帰を巻いていて、で、もうそうなるとね、もうこのバンギラスの突破手段がない。で、これね、多分 A1 段階加工させてたら一撃耐えはするけど、まあ、砂嵐ダメージと、まあ、次の命の弾ダメージもあるし、これは、いやー、ダメだよねー。大アースで持っていけるかどうかだけ検証して、終わろっか。てか、これ、大ボールでいいもんね。大ボールで砂ダメで落とせばいいから、まあ、これで負けだ。やっと、切り刻ん、ちょっと、てか、相手、せっかく俺がモルペコ出してんだから、モルペコミラーぐらい実現させてくれよ。
いやなんかもうギタギタにされたな。いやすいませんでした。ちょっと一から出直してくるわ。モルペコにもまずもう平謝りしとく。すいません。ってことで今日もまた一歩ポケモンマスターから遠ざかったな。ねえ、ちょっとモルペコの育成論努力値調整は概要欄に載せてるんで、よかったら使ってみてください。まあ、使ってて楽しいポケモンではあるはず。読み合いも発生するし。けど、まあ、俺みたいなことをしてると、まあ、一生勝てはしない。毎日動画投稿してるんで、対戦構築のアドバイスやチャンネル登録で応援してくれると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。